解析1今回ちょっと数学的な話してみましょう。このレッスンと次のレッスンはかなり数学的には深いと思いますけれども、そしてこれが重要なものなので見てみましょう。その後は少し楽になると思いますが。まずは introduction してみましょう。superposition ーー重ね合わせがありますよね、波の。 それがちょっと思い出し思い出してみましょう。そして、例えば、この関数だったら j、j イコール1から n まで cosjx の和として、それが cosx プラス cos2x プラス cos3x など連続になるんでしょう。これが、 左側には波の様相なんですが、重ね合わせは右側に置いて、そしてどうなるんでしょう。これが一つの波なんですが、二つになるとと、青い波とオレンジ色の波に合わせるとと、右側の重ね合わせ。真ん中のピークは高くなりましたでしょう。そしてこれが三つ目にはなるんですが、グリーン色も入れて、 少しずつピークが狭くなって高くなっているんでしょう。そしてこれが5つのコンポーネントとしてはだんだん高くなりますね。さて、こういうピークの関数を作りたいなら、その要素の係数はどうやって計算できるのでしょう。まずはこのフィエーシリーズがフィエー級数なんですが、 まあ、周期的な関数何でもを表示できるようになります。そして、このハーモニックの関数が、それが調和関数なんですけれども、その調和関数はサインな,などですね。ちょっと見てみましょう。まずは、周期的な関数と,としては、fx p ラス p イコール f of x というのはそ、そしたらその p は period になるでしょう。 これが、その、period が、周期なんですよね。例えば、c o s i とか sine とかには、こういう関数なら、繰り返すになるんでしょう。上がったり下がったりと繰り返してなるんですが、それが周期的な関数です。そして、まあ、これが、step の関数なんですが、1、-1、1、-1。これが、 できるかどうか、ちょっと見てみましょう。まずは、この、と調和関数なんですが、c o s x c o s 2 x c o s 3x、連続で無限大までは使えるんですが、これが c o s など、これが even のファンクションですね。これが偶関数です。それの定義としては、えっと、左右は一緒。 そして0は真ん中で、で、で、と真ん中か,からと同じ値になるんですが、それが fx イコール f マイナス x。そしてそれが、例えばこ,この例が、まあ、x の事情な,なんですが、えっと、右と,と左は一緒ですよね。そして反対の方は、これが左側がマイナスになって、右側はプラスになっていることが、まあ、 想像できると思いますが、これが sin x, s i n 2x, s i n 3x の種類として、これが基幹数です。これが odd のファンクションだね。f-x equal minus f of x。そして、えっと、上がったり下がったりに、その変わ、えっと、る場所は,は x equal to 0です。さて、これの係数はどうやって計算できるのでしょう